あれ、ばあちゃんがいねえ。あら、ナルトくん。ねえ、綱手のばあちゃんてばどこ行ったか知らない？綱手様なら、先ほどジライヤ様と屋敷の屋上に向かいましたよ。エロ仙人と？ふん、二人して何やってんだろう。まあいいや、俺も行ってみよっと。エロ仙人に綱手のばあちゃん、二人揃って何してんだってばよ。ナルトか。あ、いや、ちょっとな。里や私たちのことを話していた。この数年、大きな戦いが起こり、その度にそれを超えてきた。九尾襲撃、この八部寿司、そして短冊街での戦い。今聞くと、懐かしいってばよ。そういえば、無限城という城が木の葉を襲ったこともあったの。ナルト、お前覚えているか？うん、もちろん覚えてるってばよ。俺はあの時のこと、絶対忘れねえ。と、話は変わるがな、綱で。お前、このところ巷を賑わせている噂は聞いたか？噂？ああ、もしかして幽霊がどうしたとかいうやつか？幽霊？どうやらあれはただの噂ではないようだぞ。目撃した人物が日に日に増加しておる。しかも昼だろうが夜だろうが出てくるらしい。いや、全く幽霊の常識がないやつだの。全くだ。昼間から出てくるなんて迷惑な話だってばよ。ナルト、お前もしかして怖いのか？何言い出すんだよ。俺は別に怖くねえってばよ。その割には声が震えているようだの。なんだと？まあそう無理するな。誰にでも一つくらい苦手なものがあるものだからの。しかしお前は幽霊が苦手だったか。これは意外だったの。そこまで言われちゃ黙ってらんねえ。いいってばよ。その幽霊の件は俺が解決してきてやるよ。お、俺ってば幽霊なんて平気だからな。楽勝だってばよ。ほほ、それは楽しみだ。ばあちゃん、その幽霊ってばどこに行けば会えるんだよ。聞いた話だと、演習場に出没すると言われているな。演習場ね。よし、そんじゃ、パパーっと配置してきてやる。わかりやすいやつ。幽霊などわしが退治してやってもいいのだが、ちょうど取材に忙しくてな、残念だろ。練習場に行って幽霊にでも会ってこい。すみません、今は半、また今度来てく。
幽霊ってば、どの辺にいんのかな。お、お前ってば何してんだってばよ。こんな隅っこでじーっとしてさ。お前、もしかして声が出せねえのか。そっか、悪かったな、変なこと聞いて。え、これを俺にくれるのか。嬉しいんだけど、これ壊れて…ん？部品って、この箱のか？あら、それオルゴールじゃない？どうしたのよ、似合わないもの持って。あ、さくらちゃん。いや、この子から箱の部品を探してくれってお願いされてさ。この子？え、あんた何言ってんの？だからこの子が。っていねえ！さっきまでここにいたのに、あれ？ちょっと、あんた、私を脅かそうとしてんでしょ。違う、ほんとだって。小さな女の子がさ、ここにいたんだってばよ。ほんとなの？その話。それってもしかして、噂の幽霊じゃない？幽霊？じゃあ、江戸仙人が言ってたのって、あの子のことだったのか？やると、その箱をすぐに捨てた方がいいわよ。すごく気味が悪いもん。でも、さっきの子はそんな悪い感じはしなかったんだよな。って、何考えて。まさか。よし、ちょっと怖いけど、やっぱ気になるし。俺、この箱の部品を見つけてみるってばよ。やっぱり。まずはどんな部品が必要か調べねえとな。こういうのが得意そうなやつは、手先が器用な人に頼んでみたら。勘九郎さんとか。そうだな、サンキュー、さくらちゃん。編成をどのような支援は誰に任せますか。それでは支援は誰に任せますか。それでは支援は誰に任せますか。それではすぐに呼び出しますね。支援は誰に任せますか。わかりました、そのように指示を出しておきます。また今度来てください。
じゃねえか。どうしたこんなところまで。あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なるほどな。ってわけで、このオルゴールを直してんだけど。だったら。今書いた部品を集めて、俺んとこまで持ってきな。すぐに修理してやるからよ。おお、ありがとな、勘九郎。そんじゃ、部品を集めて回るってばよ。部品を全部集めたら教えてくれ。すぐに修理してやるからよ。Thank you.
行け。
品全部集めてきたぜ。ああ、確かに揃ってるみたいだな。あとは任せるじゃん。どうだ、治ったのか。この程度俺の手にかかれば楽勝だぜ。やった、サンキューカンクロー。あとはこれをあの子に届ければいいだけだな。誰に届けるかは知らねえけど頑張れよ。変な誤解をされてるっぽいけど気にしないで送ってばよ。直してきたってばよ。喜んでるみたいだな。よかったってばよ。そういや、そのオルゴールってどんな音なんだ？聞かせてくれよ。この曲って…ちょっとあんた、こんなとこでポケットして何やってんのよ。あれ？あれ？あの子がいねえ。あの子？あんた、また幽霊に会ったとか言うんじゃないでしょうね。幽霊？幽霊か。そうかもしれねってばよ。でも…あ、ねえねえ、あんたが手に持ってるのがあの壊れてたオルゴール？あ、あれ？なんで俺これ持ってんだ？さっきあの子に渡したはずなのに。何わけわかんないこと言ってんのよ。あら、オルゴールの中に紙が入ってるわよ。会いましょうって。うわ、ナルト、あんた幽霊に気に入られてるじゃない。俺さ、あの子の幽霊なら何度出てきても言ってばよ。なんとなくだけど、あの子の正体分かったし。ん？な、姉ちゃん。あのね、変なこと聞くんだけど、そのオルゴールの曲どこかで聞いたことない？なんかここまで思い出してるんだけど出てこないのよね。